ガウスの法則、遠心問題さあ、やっていきましょう。これシリーズになってるんでね。前から見ててなくて分かんないよって人は前のシリーズ、概要欄の再生リストから見てってくださいね。では、早速、遠心問題をやっていきましょう。面電荷密度、シグマ、クーロン前平方メートル。半径 R の薄い嗅覚。はい。薄い、こう、殻の玉なんですよね。卵の殻だけがあるみたいな状況ですよ。これ金属です。その表面にシグマクーロン前平方メートルなんだから1、この表面の1平方メートル取ってきたらシグマクーロンあるよってこと、2平方だったら2シグマあるよってこと。じゃあ全体でどんだけの電気量あるのかなって考えてほしいわけね。はい。そしてこの距離R、この中心から距離R 離れた点の電波の強さを求めなさいって問題。方針2つだったよね。何と何だったっけ。そう、定義と、ガウスの法則だったね。定義から出てくる式はそう、N イコール SE だった。ガウスの法則は N イコール 4πkQ だった。変形すると、イプシロン0分の9だった。OK。で、この2つを使って連立して E を求めるというのがガウスの法則でした。わかんないよって人は前のシリーズ見てくださいね。そして大事なことは、電気力線がどんな風に出てくるんですかっていうことですよね。はい、これ玉とします。この玉から、ね、やっぱりこの四方八方に、よいしょ、よいしょ、あれ。なくなっちゃった。はい。四方八方にね、こうやっていろんな方向にこう出ていくわけですね。ということで、この玉の周りを普通に球で覆ってあげたらいいわけだね。ということで、四方八方に出ていて、周りの球、半径 R の球で覆ってあげて、覆ってあげたらそこの地点での電波がわかるということですね。この中にある電気力線の本数は、間違えた。この平局面の中にある電気量をまず求めよう。電気ってこのこいつにあるんだよね。そしてこのこいつの面電荷密度というのはシグマだ。そしてこいつの面積をかけてあげたらこいつが持っている電気量が分かる。こいつの面積は半径 R の9ということは 4πR2 乗平方メートル、つまりシグマかける 4πR2 乗クーロン持っているんだ。この中に閉じ込めている。次、よいしょ。はい。あとは2つを連立して解けばいいですね。はい。まず1つ目、電気力線の本数の定義。面積かけるその電波、そういうことなんで、ここの面積だよね。そうだよね。だって1平方メートルあたり E 本貫くっていう話だったよね。なんで、ここの平局面の面積はそう 4πR2 乗かける E がこの平局面を貫いて出てくる本数だよね。それとガウスの法則、9クーロンあったら絶対 4πk9 本出てくるんだぜっていう内側から出てくる法則だよね、これ。はい。かける、はい、シグマかける 4πr2 乗、内側から何本出てきますかっていうことと、外側でこの膜を何本貫いてきたかっていうのが必ず等しい。だからイコールで式を立てる。そして E イコールとあとは計算して求めるということでした。さあ、だいぶ理解深まってきたでしょうか。以上です。お疲れ様でした。